木星とほぼ同じ軌道を逆行するカエパオカウエラの軌道。太陽系の惑星とは反対に時計回りに交点する逆行小惑星は軌道傾斜角が90度を超える特異小惑星の分類名である。その一部、または全部がダモクレス族とされる場合もある。逆行小惑星はその軌道に至る条件が厳しいためか20世紀末まで 観測例がなかったが、1999年にディオレッツァが発見されて、以降、ほぼ毎年のように発見例がある。綺麗な円に近い軌道を持つものは、なおさら少なく、ほとんどは長大円形の軌道を持つ。また、ほぼ垂直に近い軌道傾斜角を持つものもある。一部の彗星と惑星衛星関係を除き、太陽系天体で軌道傾斜角が90度を超えることは稀である。 太陽系の逆光天体は、天体が巨大惑星に近づき、大幅に軌道を変えられてできたのではないかと考えられている。また、そのような条件でできた逆光彗星が周回するうちにガスを放出しつくし、小惑星天体になったと考えられる。彗星、小惑星繊維天体の候補も数個ある。2006年11月20日に、 アリゾナ州のレモン山天文台で小惑星として発見された 2006WD4 は2007年4月30日にコマが発見されレモン彗星となった。その後も同様に逆光小惑星として発見された彗星が数個ある。軌道傾斜角が大きい順の一覧は特徴のある小惑星を参照。ありがとうございます。